さあ、そしてバッターボックスには栗原が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたい。まずは変化球、あっと高めいっぱい、ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、伸びていく、どうだ、レフト見送った、先制のツーランホームランです。タイガース卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。見事な一発が飛び出しました。ご覧いただきましょう、期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。先制のアーチがここで飛び出しました。